さんこんにちは、簡単ウクレレ教室ガズレレのガズでございます。さあこのガズレレ YouTube チャンネルはどんな方でもあっという間にこのちっちゃいウクレレでみんなが大好きな曲弾いて歌う弾き語りがすぐにできるよということで、毎日簡単レッスン動画公開してます。今日もモリモリレッスンスタートしていきましょう。今日取り上げたい曲はこちらです。星野源さんのドラえもん。この曲は映画ドラえもんのび太の宝島主題歌、2018年にリリースされた曲でございます。これねポップで可愛いの。星野源さんのキュートなこのドラえもんの世界観がねギュッとなった、もうすごいいい曲で、これもちろんガズレレ YouTube チャンネルで過去にねそれこそ2018年に一回取り上げてるんですよ。この曲のリリースと同じぐらいのタイミングだったんですね。なんでもうね6年ぐらい前なんですけど、今レッスン動画を見てみるとねもう分かりづらいっていうか、なんかもうちょっとしっかりやりたいなということで、今回改訂版でさらにパワーアップしてお届けしていきたいと思います。さあこれはねなかなか楽しい曲で、かっこいいバージョンとかもかなりねすごいことになってますけれどもね、楽しい曲、はい、ドラえもんとかウクレレで弾けるなんて最高ですよ。みんな家族でワイワイ歌っていきましょう。さあ本日は G ラボのガズモデルウクレレぞかっこいいバージョンで使いまして、シンプル簡単バージョンではこっちの初めてウクレレ使ってレッスンしていこうと思います。ただいま大好評にてこの G ラボガズレレたちのウクレレたち、販売予約受付期間真っ最中となっております。ぜひ概要欄に、チェックしていただいて、もう最強最高品質のこのオールハンドメイドオール単板ウクレレ、チェックしてみてください。でこの今回リユークというね新しいウクレレ下取りサービスも始まってますから、これもチェックしていただきたいと思います。概要欄に貼っておきます。はい、この本たちよろしくね。はい、ガズレレの本たちワイワイ出てますよということで、これもいつも同じ水20万部超え、ありがたきで幸せでございます。あとですね12月の7日、沖縄那覇でですねガズレレの無料イベントです。ソングブック6の発売イベントですけど、ウクレレ持って集まってください。入場無料、参加申し込みも全く必要ない、いきなり来てくれれば大丈夫です。概要欄に詳細貼っておきます。よろしくお願いします。さあレッスン始めていきましょう。いつものように2バージョン、最初のバージョンは初心者の方でもなるべく簡単にできるようにしている超シンプル簡単バージョン、ゆっくりやります。でもワンブロックコード4つをちょっと取り入れていますんで、ちょっとじっくり取り組んでください。簡単バージョンといえどもね、ここの4ワンブロック4つはちょっと今回頑張りどころかなと思います。後半はかっこいいバージョン、かっこいいバージョンはかなりドーンとランクアップしてカッティングとかも登場してね、楽しいことになってます。2バージョン最後までご覧になってください。さあまずは皆さん音楽を始めましょう。今のところでちょっとお勉強するだけで、これから自分が大好きな曲を聴くからやるに変えられるわけですから、ぜひガズレレで音楽人生スタートさせてください。さあ、早速レッスン入っていきましょう。星野源さんのドラえもん。まずはガズレレ式超シンプル簡単バージョン、ゆっくりとやってみる。ワン、ツー、スリー、フォー。少しだけ不思議な普段のお話、指先
せーの、星野源さんのドラえもんガズレレ流簡単バージョンゆっくりやってみました。いかがだったでしょうか。ゆっくりやっても結構畳みかけてくるんです。勢いがね、まあ言葉人の勢いがあるっていうか、まあでも楽しいですよね。これやっぱり明るくなっちゃうポップな曲だなと思います。本当にね、星野源さんのね、あのね、ちょっとこうやっぱり独特のきらめくポップセンスがもう溢れ返ってるという感じで、ドラえもんもね、なんかね、おしゃれな感じになりますよね。はい、ぜひトライしてみてください。今のや、ガズレレのレッスン動画のアレンジはオリジナルのショートカットバージョンでございます。1番を全部やった後にラララララララって言ってエンディングになっていったと。で、かっこいいバージョンではですね、これに加えイントロとかエンディングで出てくるでってでってつってってでって、あのやつもちょっと再現してます。簡単バージョンはちょっと歌のパートのところに集中して皆さん弾き語りどんどんやってください。もうちょっと深めたいという方はこれからやるかっこいいバージョンでさらにね、アレンジした深いバージョンになってますからね、すごい、難易度も高くなりますけど。まずはこの歌のパートマスターしていきましょう。ガズレレの動画には歌詞と動画が、歌詞とコードが出てますから、それ見ながらウクレレ持って何回も練習してもらって、1個目のゴール設定としては、今やったガズの簡単バージョンのアレンジした動画と一緒に合わせてできるようになったら、1個目のゴール達成でいいと思います。それでも結構ね、初心者さんにとってはハードル高いと。ワンブロックコード4つ出てきたでしょ。あれちょっと今回頑張ってみましょう。まあでもね、慣れたらできるぞ、ゆっくりやれば。はい、では練習してもらってできるようになった、一緒にできるようになったという方、おめでとうございます。次のステップ行きましょう。次のステップは一体何だというと、今度はガズレレ YouTube を一切見ずに皆さん一人だけで歌ってリズムを生み出して音楽を生み出す、これをやっていただきたいなというふうに思うんですけど、でも最初から歌詞コード全部丸暗記するってやっぱり難しいじゃないですか。だからやっぱりね、楽譜練習がいいと思うんですよね。楽譜を見ながら何回も何回も練習して練習して、もう覚えちゃって、いずれは夕日に向かって、大空に向かって、星に向かって、海に向かって歌う、こんなのが素敵かなと思うんですけど、でもガズさん、楽譜って言うけどどこにあるんですか、楽譜はっていうような声が聞こえてきそうですけど、安心してください。今のですね、ガズの演奏、はい、ガズが書いてるこう手書きのね、ノート楽譜、これです。ドラえもん、このね、楽譜を今見ながらガズも歌ってて、結構ボリュームありますよ。ちょっと短めのショートカットアレンジなので。で、これもうちょっとしたらこんな風に大きく画面に映して、みんなもこんな風に書いてみたらいいじゃんってシェアしようと思うんですけど、ただいまですね、ガズクラブというとんでもないいいサービスが始まってます。このガズクラブっていうのは一体何かというと、ガズが今までね、レッスン動画で捉えてきた手書きの楽譜、もう山のようにあります。1000曲以上軽くありますからね。その中から毎月5曲、お手元にデジタルデータでダウンロードさせていただいて、すぐにね、ご活用していただけるというね、画期的なサービスなんです。でね、このガズクラブメンバーになると、その楽譜を管理できるアプリがあったりだとか、もうめちゃくちゃいいことになってますよ。でね、ガズクラブはその楽譜のダウンロード以外にもめちゃくちゃいろんなコンテンツがあって、まず毎月2回、もう世界中のガズクラブメンバーで大セッションで盛り上がるガズオンというね、大セッション大会が毎月2回行われていたりですね、皆さんの演奏動画を発表できる場所がいくつかあったりとかですね、これかなり楽しいクラブ活動になってますんで、ぜひ皆さんガズクラブチェックしてください。そしてね、ガズクラブとはちょっと違うんですけど、このガズレレ大学っていうのもやってます。こっちは大学ですから、ちょっとね、ハイレベルなことをやっておるんですけど、こっちは YouTube メンバーシッププログラムというのをやってまして、毎月590円で、なんと、毎週2回、ライブ配信による講義がございます。これもうチャットでね、リアルタイムで質問もし放題、答え放題で、でですね、テーマソングを決めて、もうその難しいフレーズのところみんなで、わーわーやってやろうということで、やってます。過去のね、レッスンとか講義も全部ね、見られるようになってましてですね、これかなり濃厚です。でね、16ビートとかカッティングとかできるぐらいの方だとすごく楽しいと思われますんでね、初心者の人はちょっと難しいと思いますけど、はい、ガズレレ大学やってます。あと毎朝7時半からスタンド FM というラジオアプリで、ラジオ配信してます。めちゃくちゃいいこと言ってますんでね、ぜひチェックしてください。誰でもいつでもどこでも無料で聞けるラジオになってます。はい、今言ったこの3つのこと概要欄に、詳しく案内貼ってきますんで、ぜひチェックしてみてください。それでは楽譜の方を見ていきましょう。改訂版のドラえもん星野源さんです。のび太の宝島主題歌。じゃあ楽譜見ていきましょう。これイントロって書いてあるんですけど、これかっこいいバージョンだけでこのイントロ使います。これかっこいいバージョンの解説しておくと、ここ2ブロックなんですけど、ここでんつってでんてんつってんでんっていうやつですね。これを3回繰り返して最後でんつってでんてんってね、ちょっと変な拍子で歌に入っていくという、これはまた後で解説していきますね。で、まず今やったやつはここから始まってます。少しだけ不思議なから始まってます。はい、ワンブロックコード4つ、結構いっぱいワンブロックコード4つが出てくるんで、ちょっとね、レベルアップ、初心者さんもちょっとトライしてみてください。これがまたね、いい感じなんですよ。こんな感じで、画面に映しておくんで、皆さん一時停止で
言ったり書いていってください。そして、今紹介させてもらったガズクラブで、このガズが手書き楽譜、これ今映ってるそのものをデジタルデータでお手元にダウンロードしてご活用いただくのもすごく、いいと思います。ガズのノートの特徴、歌詞の上にこの点がついてるでしょ。これでリズムがわかる。ちょっとやってみましょうか。ワン、ツー、スリー、フォー。少しだけ不思議な、ふ、だんのお話ね。この点の時にこの白がつくってこと。これめちゃくちゃ分かりやすいです。あとは歌詞カードには載ってないこの少しだけで、これちっちゃいつとか、これ歌詞カードには出てないですからね。不思議なの、こう伸ばすところとか。この辺はですね、もうガズレレノート独自の、弾き語りしやすいね、表記になってます。そんなのも含めてガズクラブに入っていただいて、この楽譜のデジタルデータダウンロードご活用もぜひおすすめです。お時間ある方はこの通りに一時停止して時間かけて書いていってください。はい、一時停止。まず1番、イントロ1番、2番。イントロはね、かっこいいバージョンだけですよ、やってんの。はい。で、ここがね、B メロです。ここがね、なんか、切ない歌詞ですよね。機械だってね、機械だってね、もうなんか、感情があるんだぞ、みたいな。はい。で、ここごちゃごちゃ、ちょっとごちゃごちゃっちゃいけないけど、いろいろ書いてあるんです。これ、かっこいいバージョンでものすげえかっこいいキメを弾いていきます。G というコードが出てくるんで、要注目です。ちょっとちっちゃいですけどね、あとでテロップでも合わせて確認してください。で、ここから終わったらサビに行きますね。で、ここにちょっといろいろ細かく書いてあるんですけど、ここ、止まるとか、そういうのをお見逃しなく、止まるとかそういうのがありますからね。で、ここからくるりんぱして、サビに入っていきます。はい。ここがサビでーす。ここもね、もう爽やかなメロディー。で、ここ、かっこいいバージョンで、ここ、ダダダダとか、タッタとかいろいろ書いてあります。簡単バージョンでは伸ばすっていうのをね、ご注目ください。この辺のタタタタとは後で、濃厚に解説していきます。はい、サビ、一時停止で書いていってください。はい。そしてここ、ラララララララですけど、ここ、2回繰り返しです。かける2。で、簡単バージョンはここで終わってます。で、かっこいいバージョンはイントロと同じあのフレーズが、ここ、同じように3回繰り返し、最後1回やって C で終わる。こんな感じの、ガズレレアレンジになってます。さあ、いいかな？濃厚ですよ。じゃあ、出てくるコードちょっと見ていきましょう。あ、こっちか。今日はね、コードだから結構多いですね。9個ですね。これはかっこいいバージョンで出てくるコードなら一回隠しておきます。言っていきましょう。CAm、C7、FDm、D7、G7、E7、Em7、9個。9個もあるのかと思うかもしれないけど、これね、安心の入門コード、ガズレレ必須コードです。これね、安心してください。入門コード10個のガズレレ必須コードっていうグループがあるんですよ。これをまず初心者さん覚えてください。でも10個もあるのかと思うかもしれないけど、1個ずつ見たら超簡単なコードばっかだから。だけどね、いっぺんに覚えようとするとね、すごい頭ごちゃごちゃにこんがらがるんで、概要欄に、この解説、ガズレレ必須コードのね、濃厚解説動画、わかりやすい動画を貼っとくんで、ぜひそこでマスターしてください。はい、そしたらね、ここから、早速、かっこいいバージョンの解説に入っていこうと思うんですけど、歌がですね、結構このタイミングが難しいんですよ。少しだけ不思議な普段のお話。ワンブロックコード2つとかワンブロックコード4つでぐいぐい進んでいくんで、今の簡単バージョンはかなりゆっくりめでしたけど、それでも結構忙しいでしょ。もう本編、星野源さんのテンポ感だと、もっと相当早いですからね。歌をしっかりこうタイミングをつかむ。サビもね、だからここにおいでよ。一緒に冒険しよう。このタイミング結構ね、大事になります。はい。ここで曲のノリが決まるっていうところもありますからね。歌をしっかり掴んで、かっこいいバージョン入っていきましょう。じゃあ、かっこいいバージョンの解説入っていきます。かっこいいバージョンは1個だけコード追加。G です。G はちょっとなかなかガズレレでは出てこないんですけど、一応、今日はね、出てきますよ。こことこことここです。押さえ方としては、ガズさんは人差し指を3弦、中指を1弦、薬指を2弦、こんな風に押さえてます。もちろんこれでもいいですよ。人差し指で1、2、3弦の2フレット押さえて、これちょいと立てる。これでもいいです。どっちにしろこう。本当にね、時間で言ったら0コンマ何秒しか出てこないんですけど、これは結構今日は欠かせないところで出て、後でまたこのコートが出てくるところで解説していきます。で、今日リズムなんですけど、今日これがね、リズムがやばいんです。超やばいです。ちょっと出てくるリズムをざっと言いましょう。はい。ドン。8ビートのチャと、カッティング、まあ、疾走ビートっていうかな。まあ、一応疾走ビートって書いておきましょう。あとはね、ダウンビート。これダウンビートってね、リズムがドーンと落ちるよっていうところで、16ビートのチャが参考になりますという、まあ、そういう表現にしておきましょう。今映ってるこのリズムの解説は概要欄に貼ってあるウクレレでできるリズムのいろいろというところに、濃厚解説レッスン動画がもうそこにアップロードされてますんで、それぞれの弾き方ちょっとマスターしてほしいんですけど、今ざっとちょっと紹介していきますが、基本的にはですね、8ビートのノリなんですが、今日はなかなかすごい、かっこいいバージョン、奥が深いです。カッティングがめちゃくちゃ登場しますと。で、簡単バージョンでは出てこなかった、イントロとエンディングのでっつってでってんつってんてん、これがね、ちょっとかっこいいバージョンでやりたい。まずここから行きましょうか。ちょっと演奏してみます、ガズさんが。ワン、ツー、スリー、フォー。
でしょ。これがね、なかなかすごいリズムです。これは、カッティングと、ちょっとこの表を見てください。丸は引く、バツはカッティング、星はチャです。ちょっとやってみると、ダツ、チャ、ダー、ダツ、ダツ、チャッカ、ダッ、ダッ、チャッカ、ダツ、ツ、ダ、ゴツ、ダツ、チャッカ、ダッ、ダ。こんな感じですね。星はチャですよ。よく見てください。C、カッ、チャ、C、A マイナー、G7、チャッカ、C、C、チャッカ、です。C、C、A マイナー、G7、C、C、チャッカ、C、チャッカ、A マイナー、G7、チャッカ、C、C。これ、カッティングです。カッティングっていうのは、左手見て、左手で、触って音を止めてます。で、触ってる時に弾くと、カチャッと言います。これがバツのところです。ここの表で言うと。でん、チャッ、でん、でん、つ、でつ、チャッカ、でん、チャッカ。チャはチャですよ。チャ。これはね、もう、釘付けで練習してください。めちゃゆっくりやっていきましょう。ワン、ツー、スリー。これができるとめちゃめちゃこの曲は素晴らしくレベルアップ。だからカッティングのフレーズだからもうこれはひたすら修行になりますね。ダツカタドツダツカツダツダツ。なんとか掴んでください。大丈夫かな。もうちょっとやる？理由もっとゆっくりやるか。ワン、ツー、サン、はい。だからね、ガズさんのこの左手がすごい動いてるでしょね。はい。でしかもあの本番の長さ、本番のリズムだとこのぐらいのあのテンポ感です。なんで、あの、ガッツさんの体を見ると、ちょっと16ビートみたいに、大きくリズムを取ると、より乗れる感じですね。はい、なんで、トータルで見ると、こっちもダウンビートっぽい感じですね。16ビートの要素も感じられる。だけど、楽譜ではこういうような表記にしているという、そんな感じでございます。ぜひ、この、あの、リズムマスターして、このかっこいいやつやってみてください。で、イントロとエンディングで、ちょっと面白いね、小説数になってるんですよ。ちょっとやってみましょう。イントロです。ワン、ツー、スリー、フォー、デン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 、チキ、ダン、1回目。少しだけなんかちょっと表紙がなんかちょっと足りないようなわざとこういうアレンジになってます。これが面白かったです。でここから歌に入ってきます。でこの A メロがですねまたねここに全部カッティング入れてきます。これもなかなかすごい。やってみましょう。ワン、ツー、スリー、フォー。少しだけ不思議なっちゃかふだんのお話。全部カッティングです。まずワンブロック2個の時はダンチャカダンチャカです。 C チャカ G7 チャカ。はい。ここコードが変わってもこのパターンですね。で、ワンブロックコード4つの時は、ダーダーダーチャッカですね。Am G7F チャッカ。はい。少しだけ不思議なのをちょっと全部やるんで、ゆっくりね、見ていてください。せーの、少しだけ不思議なチャッカ、ふだのお話。こういうパターンになってます。ワンブロック2個のとこと、ワンブロックコードの4つのとこで、どのコードでも今と同じ。ワンブロックコード2個のときは、ダッチャカ、ダッチャカですね。で、ワンブロックコード4つのときは、ダーダー、ダッチャカ、カッティングです。ここはちょっと、じゃあ1番全部やってみようかな。ワン、ツー、スリー、フォー、少しだけ不思議な、普段のお話、指先と作っての、愛が満ち、すごいですよね、これ。もう、たったんだ。ワンブロックコードの時も全部カッティングを入れた方がよりかっこいいですよ。でってんで、みたいな。だったんだ。ここはもうですね、やってください。トライ。これを楽しむ。このカッティングがないとどうなるかというと、少しだけ不思議な普段のお話。まずこの何にもカッティングがない
い8ウェイトで物にするのおすすめかな。これ慣れてきたら1個ずつカッティングとっちゃかとっちゃかとっちゃか止めてみてください。まずは2ステップでいこう。8ウェイトのチャができるようになったらカッティングを加える。これでいきましょう。はい、そして B メロなんですけど、ここでちょっとね疾走ベイトを使いたいんですけど、疾走ベイトって言ってもね、もう逆になんていうかな、アクセントなしでいいですね。ちょっとやってみようか。A メロの一番最後、そこに4次元からの流れでやってます。せーの、3、はい。そこに4次元、ここ、切り替えたって、ちょっと抑えめで、ちょっとここでスーッとこうね、下げる感じがいいね。切り替えたって、だからこれ、ただのアップダウンですね。ダダ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 。F と D7。ここまあ疾走ビートって書いてあるけど、こんなどこだかどこだかってあんまりノリを強調しなくてもいいよ。ただのね、あのストロークですね。誰かいいなーって、ここで8ビート。涙をなが、また戻る。震えながら、ここでこうメリハリつきましょう。機械だってと、震えながらをちょっとこう、ダダ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 ってこう、レベルを抑えていく。で、その後、サビに入る前に、この曲一番のかっこいい決めが登場します。シンコペーション満載の決めでございます。ちょっとやってみましょう。震えながらから。B メロの後半。ワン、ツー、スリー、フォー。震えながら、勇気を叫ぶだろう。ダダダダダ。かっこいいでしょ。ここシンコペーション、矢印マーク。全部上ですね。まず最初 G です。さっき出てきたこれ、このコードね。G からアップで G7 で次 Em7 アップで Dm7。どん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 前にドーンとリズムが食い込んでいきます。これシンコペーションといってリズムがズコンと前に食い込んでくるよという矢印なんですけど、矢印が左上だからアップでコードを変えてください。G、G7、Em7、Dm7。こんな、Dm7 じゃない、Dm ね。G、G7、Em7、Dm。はい。もう一回。ワン、ツー、スリー、フォー。勇気を叫ぶだろう、ダダダダダ。これが嬉しいことに歌詞とユニゾンです。歌詞のタイミングと一緒だから聞いてて、せーの、3、はい。勇気を叫ぶだろう、ダダダダダ。やりやすいでしょ。はい、アップで変える、これが決めです。で、 G が出てくるから慌てないように、 G から G7 っていう動きが出てきますからね。 G から G7 です。ここがこういう指の動きになるわけだから、 G、G7、Em7、Dm、 こんな感じと決めです。かっこいいですよ、これ。で、こっから次サビなんですけど、これ本来だと頭打ちのリズムって言ってこういうリズムなんですね。だからここにおいでよ、一緒に冒険しよう、何者でもなく。これかっこいいでしょ。これドラムで言うとこういう勢いがあるリズムになってるんですけど、これね、ウクレレ一本で弾き語りするにはかなりね、ハイレベルかなと思って、練習してできる方はここ頭打ちの方が原曲に近いイメージなんですけど、今回のガズレレアレンジ、最新版としては、サビも8ビートのチャで突き抜けましょう。その方がね、やっぱりね、ノリが出て楽しいと思うんだよね。そうするとこうなります。だからここにおいでよ、こっちの方が楽しくワイワイできるかなと思って、今回はあえて原曲とはちょっとね、雰囲気が変わるというか、でも疾走感という意味ではこっちの方が再現されてると思うんだよね。だから今回は、かっこいいバージョン、サビは8ビートのチャで行こうと思います。で、慣れてきたら、できそうだと思ったら、頭打ちのカッティング全部一個ずつカッティングですよ。ダク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 。結構なこれね、ハイレベルな弾き方、一個ずつ。すごいでしょ？全部止める。はい。慣れてきたらこれもおすすめですけど、まあでもね、ノリとしては8ビートのチャの方が勢いというかドライブ感はすごい出るんでね。まあこれどっちもかっこいいかなというふうに思います。お選びいただいていいと思います。ではサビの解説入っていきましょう。だからここにね、疾走感満載。一緒に冒険しよう。何者で、ここ。でも世界を救う。ここはもうダダ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 タカタカ、もう読んで字のごとくです。でも世界を救おうアンツカタカ、このツタタタって書いてあるのは最初にチャを引いてチャタタタですね。でも世界を救おうチャタタカ、こんな感じです。でまた続き、いつか時が流れていたって同じ感じですね。次も、君に会えるよ。
えもんですね。ここはツタッタとハイレザーズに伸ばせて、で次ラー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 のところなんですけど、ここはねまたシンコペーションマークが入ってきて、なおかつここ、ダウンビートというふうにカズが言ってるやつでリズムがドーンとね落ちるんですよ。でここで参考になるのが16ビートのチャのリズムです。なんでここに関しては16ビートのチャのリズムが登場するって思っちゃっていいと思います。どういうリズムかというと、ここが超かっこいいです。で矢印マークのシンコペーションがついてるんで、今度はね矢印マーク左下になってるからダウンでコードを変えます。いきましょう、せーの3はいララ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 ダンスタタンダ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 ダダダンダンダンダダダダダッタ G7 のとこでダダダダダッタカッティングです。ダッタはいカッティング入れてほしい。これかっこよくないですか。ここ。このシンコペーションがね、えらいかっこいいです。ちょっともう一回ゆっくりやりましょう。16ビートの乗りでしょ。すぐリズムが落ちますからね、ここで。せーの。ダン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 。シンコペーション。ダン。ここです。ドーン。ダン。ダンダダダダンダンダン。ダガダガダッタ。ダンスクダッタ。で、このダガダガダッタのところが、ちょっとまた、表紙が短いんですよね。拍がワンブロックしか来てなくてまた戻るっていう、とこのリズムの面白さも体験してください。この大きいノリになって、なんかこのラー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 が余計ふんわりしたイメージになる。ここが素晴らしく素敵なんですよね。で、最後、かっこいいバージョンはエンディングとしてまたイントロ出てきた。でっつてでってチキタンタンチャカでっつてでんでんチキタンタンやります。で、最後の最後の一回。でんつてでんでんつくだ。これで終わる。じゃがじゃがじゃがじゃ。こんな感じになると、なかなかリズムのね、もう、とんでもない山盛り展開なんです。なんで今回のキーワードはやっぱりカッティング。これがですね、それでもね、サビではね、8ビートにしてるんで、なんていうかな。それでもね、カッティングは少なくはなっているんですけど。まあ、このカッティングで切れ味が出せたら、最高。なんだけど、まずは最初はカッティングなしでいいと思いますよ。まず全体をこうドライブ感満載で8ビート主体でやってみるのがまず最初のステップで、その後ちょっとカッティング入れられるところでどんどんこう精度を上げていって、このドラえもんのカッティングを入れた方がコロコロした可愛いねビート感が生まれるんですよね。それをやっぱりこうドラえもんっぽくちょっと楽しくファンキーにできるといいかなというふうに思います。はい、これは奥が深いですね。まあなんだけど、そういう感じがやっぱドラえもんのやっぱ世界観を高めてくれる。この映画を見た方、のび太の宝島のね世界観と合わせて、こう体をね、こうドライブ感まさに体中でこうリズムを表現できると最終的になるといいと思いますけど、時間はかかると思いますよ。難しいです。この曲はかっこいいバージョン。まあだけどやりがいはすごくあると思います。じっくり時間かけて取り組んでいきましょう。さあそれではやっていきましょう。星野源さんのドラえもんガズレレレかっこいいバージョンやってみる。ワン。Two, one, two, three. That's the dun 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 dun. That's the dun 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 dun. That's the dun 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 dun. That's the dun dun. Sure, 不思議だけ不思議な普段のお話。指先と机の間に次元を自己ぼれ。星野源さんのドラえもんかっこいいバージョンやってみました。かっこいい。
こいいっていうか可愛いっていうかコロコロしてファンキーっていうかおしゃれっていうかいろんな要素がねもう入りまくってて星野源さんがもうねえらいパッケージしましたね。もう本当にまあでも本当にスタイリッシュで子供と歌えるなんかすごくいいなと思いましたね。奥が深いです。じっくり時間かけて楽しんでください。さあ皆さんこの本読んでいただけましたでしょうか。はい、ご機嫌ガズレレです。ガズがめちゃくちゃいいこと言ってるエッセイ本です。ご機嫌って書いてある。これねもうご機嫌で音楽できる方法とかこのデイズですからね毎日の日々の生活めちゃくちゃ楽しくなる、もうすごく素敵な言葉がたっぷり詰まってる本ですね。ぜひ読んでください。あとですね楽譜の本もねガズレレではもう山ほど出してます。日本最大の音楽出版社さんリッドミュージック社さんから、ずらずらずらーとこんな感じでねたくさん本が出ているんですけどもすごいベストセラー、なってましてですね、今年2024年はねなんと20万部を超えるということが、分かってきました。もうすごいことになってます。Amazon とかでガズレレって入れてもらうとうわーっとたくさん出てきますんで皆さんちょっとお選びいただいて、ご利用ください。それとガズレレにはねアプリがあるんですよ。知ってました？ガズレシピというアプリなんですけど、携帯とかタブレットでね楽譜が読めます。で無料で取れる楽譜もあるんですけども有料でねブロックになってて最新楽譜でこっちの楽譜はガズレシピの楽譜はかっこいいバージョンも全部載っているということでかなりですねボリュームたっぷりでございます。はい、詳しくまずねアプリのインストールが無料なんでまずねちょっと探してください。ご案内も貼っとくんですけれどもでねなんとこのねガズレシピの本も出てますから、はい、こっちも合わせてよろしくお願いします。はい、そしてガズレレとはちょっと違うんですけど兄弟チャンネルガズピアノっていうのをやってます。鍵盤楽器で弾き語りしようよということなんですけど世界で一番簡単弾き語りに特化したピアノ教室です。この私ガズが発明した、もう超簡単なピアノレッスンなんでほんとすぐできますからね。はい、これもね概要欄に貼っとくんでぜひガズピアノもチェックしてください。なんと本も出てますから、はい、これもご活用していただけるといいと思います。そしてガズレレのウクレレにはですねこの水引きだったりストラップだったり T シャツだったりキャップだったりいろんな楽しいグッズがねもう山ほどあるんですよ。ぜひこのバナーガズレレ公式ホームページにあるこのバナーに行っていただくともういろんなね可愛らしいグッズがたくさん登場してますんでねこれここのガズレレ .com このホームページのねバナーなんですけどこのガズレレホームページよくチェックしといてくださいね。最新情報などいろいろ面白いことはここが基地になってますから、はい、引き続きガズレレ YouTube チャンネルよろしくお願いします。音楽聴くより野郎が最高楽しんでいこう。それではよろしくお願いします。バイバイ。